さて、アマテルちゃん来た？そうじゃの、まあ、しょってはいいとして、これアマテル B さんどうしよっかな。あー、 X アマテルか、確かに。これきついね。アンさん、今のって、フィンコンボ乗せで、イクマの火力落ちる。そうですね、イクマの火力落ちちゃうんですけど、ただまあ、フィンフィンの、コンボが入るんで、まあ、結果的にはコンボ使った方がダメージは出ますね。逆にオフィンフィンはコンボ使うと回復先入って火炎が入るんで、軽く伸びますよ。ロスカさんこんばんは。ババスさんもこんばんは。さあ、X 景気よく打ってきて、で、ルラとか来るのかな ?F3 に。あ、ペトラ、がっちりか。まあ確かにね。で、次ルラか。これは厳しいね、正直。さあ、一応回復はしていくんですけど、とはいえだね。さあ、未来切り開いてって回復はしていくんだが、まあ、ウィブとかルラ、F4 に来てきついかな。だよね。まあ、一応これ、フィンコンボ2回使えるっていうムービングあるんですけど、2万は飛ばねえな。正直。アベルか。そうだね。ワンチャン狙うんだったら、まあ、こっちから行った方がいいな。これ撃ってって、アベル F の4、A の4に撃ってって2枚もやし。が、しかし、フルフレ引きつつオーラ引かないときついね。次オーラかな。サルカ。いやー、しかしこれ耐えねえか。召喚しちゃってるから、これルラコンボ強いね。アイリア欲しいな。テュッポ、そっちかー。耐えられるんですけど、こっちが飛ばせないんだよな、さすがに。うん、ここアイリア引いてって、アベル打ってって、次フルフレトッピ引きで、どうかっていうぐらいだね。それでもきついかな、正直。この形ね、C6 のコンボスキル2回使えるんですけど、そこで飛ばせないとダブコンなんでね、さすがにきついね。さあ、一応もう一旦耐える人は、ここでヘケと打ちましょう。回復しつつヘケと打ってって、火炎を少しでもぶち込むよと。しかし火力があれだな。次フルフレ来ても無理だね。裏の火炎入ってって、表は火炎入るけど、さすがにだね。あ、それ飛ぶかな。まあ、さすがに飛ぶか。ダブコンだしね。雷撃だし。あ、意外と耐えた？じゃあ、ヘケとコンボ残ってるけど。え、ガチ？これ勝ったの熱すぎ。今、冷静にヘケド取りで多分アウトだったと思うけどな。うわ、ラッキー。勝てましたわ。まあ、ワンチャンは狙ってみるもんですね。ボキッ！ということで、神タン来ましたが。さ、今回ね、報酬にもなってる。エクレルとなっております。お、これむずいな。これむずいな。いや、ワンチャンこれザーフィルステあるな。ちょっと春焼き X っていうか、仕打ちか。仕打ちめんどいんだけど、それ考慮すると一生ね、めんどいんで、もうこれでいきます。OK。で、次 X くんのかな、どうかな。普通に打ってきてほしいけどね。さあ、 B さんか X か。まあでも X かな。X って川島くんやってって、もう一回右下 X あるけど、どうかな。ノート X あるよね、全然ね。まあでもザンフィリコンボないんで、B さんもありえますけど、まあ神フェリで殴ってきますよと。いってー。ここむずすぎるわ。ちょっと待ってね。この灰皿意味ねえな。で、ミューズ C の位置かな。で、アベル打っても、きついっていう話？3枚返し。
B の位置ヘケと置いて守れるかな。いやちょっと HP 減ってる、減りすぎだよね。でも無視されてく。これダブコンきつい。チュポか、クソもったいねえけど、チュポ打つ、打つしかねえか。まあこれも冷静に勝とうかな。まあでも燃えてるんでどうですかね。ああさすがにあれか、うるさいと見たか。いやそれならまだあるな。これ D の位置アベルで世界最強で、ヘケトもいますよと。逃がしませんよ。で次ヘケトかな。裏の火炎ぶち込みつつヘケト、あでもノートいるか、ノートまだいるな。これ角打てんのかな相手。無理だよね。これ6枚返しチュポあるけど、さすがに、いやこれでいけるんじゃないかな。いけるよね。オッケーいやこれ勝ったのでけー。オセロニアの20秒ちょっと少ないですよね、なかなかね。20秒でガチで短いんだよな。将棋ですら30秒か1分あるからね。さあ初手あるかか、いかつ3000出すな軽く。しかもシーリン打てねえな、どうしよう。まあオフィンフィン X かこれ。シーリン強いんですけどね、ちょっとコンボスキルとまあ盤面条件がっていうのがあるかな。まあ次の次ぐらいには抜けちゃう駒ですかね。現状今あのデッキ左側にあると思うんですけど、抜け候補としてはファーバオとシーリンですね。そこがちょっと使いづらいという。さあ右上 X 行くという説もありますがどうでしょうか。まあでもアマテルあれか、 B さんに誘発するだけか、それエロいね。ちょっとコンボスキル微妙いけどしゃあねえか。でここでアマテル君を B の3に置いてくるか角か。さあどっちもありますけどどうかな。うん角か、オッケーオッケー。であれば E の4でコンボスキルは決められるんですけど、あーどっち来んのかな。アビー E の4に打ってって C の5だったら結構嬉しいんですけど、右下 X に来た場合はちょっとだるいよね。いやそれでいいな、これでいいわ。これで右下 X アマテル打ってきて、で B さん打って、でこっちの F の3がコンボスキル回復なんで、もしかしたら右上 X でアマテル君コンボ使ってくる説あるんですけど、 D の位置にアベルぶっ刺せばあの2枚もよしなんで、それ強いね。で C の5の場合は B の6にアベル置くとちょっとね、あの火炎状に乗っちゃうんで、しばらくね B の4のこのイオフィコンボ使いづらいやと。まあ、いずれアマテル来るでしょ。ちょっと待ってね。うん、こっち打ってって、しかし HP が持つかどうか問題だね。ここでルラ打たれちゃうと結構きついか。右上使ってきてくれないかな逆にね。痛いんですけどこっちも回復しながらアベルさせるんで、割とね右上 X は毒まんじゅうですね。恋春さん、こんばんは。アンさんもこんばんは。恋春さんあれですね、初コメですね、アザンス。ぜひね、チャンネル登録もしてもらえると幸いです。おっと、サイド型、使ってきてくれましたよと。やはりね、ここ、コンボスキルがいまいちではあるんだが、しかし、2枚ましたと。さあ、これで4800確定と。あ、しかもアイリアいるから持っていくね。しかし、こっちもスピード上げないと、飛ばされちゃうから注意だね。さあ、13000。さあ、ウィブ打たれて結構やばいんですが、さあ、どっちが早いこれ。しかしもう一枚アタッカー欲しいな。テュポ？あー、テュポ。チュポですか。いや、コンボ組みてえけどな。いや、わかんなかった。これでいいかな。裏表の火炎と次、まあ、いけるか。雰囲気いけるね。
裏の火炎と次の表の火炎入るんでしょ。で、バフかけつつ、イクマか。まあ、ルーラー打たれて1000回復ちょっとだるいかもしんないんですが、こんな感じで。うわー、トール入ってた。いや、火炎強いね。オッケーオッケー。これで、正解か。フルフレ来たー。今日引きいいわ。やばい。テーブル来た。叩き込みます。ロケ。アルカ、そっちね。オッケー。初手さ、あっちの方のアルカとかベルグ来ると、結構ダメージ痛いからね。3300ぐらい出るもんな。さ、初手からオーラ引いてるんですけど、ヤンドーラなんでね。ヤンドーラ 1.2 倍だった時代懐かしいな。あの時強かったけどね。さすがに 1.13 倍は微妙なんだよな。さあ、最速、ブランジェッタで、アド、かましてきますよと。これ、むずいね。ヘケとシャネか。まあ、コンボ強いんで置いときましょう。さすがにオフィンフィン早いよね。どうせやるんだったら、ちょっと召喚してから、打ちたいかな。ここのヘケとちょっともったいねえな。まあ、ポロンとルラと、まあ、スーカ、ペトラ、プラスビブかな。まあ、それか、神弾とか殴り目立ってビーナスっていうのはあるね。あ、そっち来るか。マテッキタイプか。マテッキタイプっていうことは、ちょっと待ってね。うわ、チュポ。チュポか。これ、ファービー取りたいけどね。大丈夫かな。ちょっとこうしましょうか。オフィンフィン取っといて、相手の方これ F の4詰めてきて、そのうちね、あの F の6来るんですけど、その時に C の、あ、F の3にオフィンフィン置いてまくりたいね。しかし F の4のコンボスキル2回食らうから、そこだけ注意よと。これ、ルラとか S ゴマ来ると結構、エロかったんですが、耐えていく。さあ。一旦シーリンね。さあ、問題は次ぐらいからですね。あと、ブランジェッタコンボ弱いんで、ちょ、エンデガだけ注意なんですけど、マゴマさえ取っちゃえばね。まあ、比較的っていう感じかな。さあ。まあ、左下 X っしょ。まあ、それか B の4かな。B の4強いの置かれちゃうと結構面倒いね。あ、ここで詰めていく。バイセか。確かに。確かに。お、フルフレ。いいね。これフルフレ打ちましょう。フルフレ打って取らせて、どうなるか。こんな感じだね。これで取らせてオフィンフィンかな角。意外と取ってこないっていう説あるよね。その場合はどうしようかな。F3 オフィンフィンはダブコンでポロンで死ぬという説があるね。OK。取らせて、打たせて取るピッチング。まあ相手もね、結構リスクあるのは分かってると思うんですけど、まあ正直フルフレ放置は相当厳しいんで。さあ、オフィンフィン角置きましょう。で、バイセコンボ使ってくる感じかな。まあアンチヒールがきついかな。この局面は。逆にオフィンフィンコンボ確定しちゃってますからね。ナスか、オッケーオッケー。ナスだったら、前ますよと。まあ痛いんですが、こっちもね、回復できるんで。しかしこれ飛ばせるか？ヨシは欲しいね。アビーか。あー、がっちり回復してくのかな。ここね、防御なんでね。ちょっと微妙よと。回復かな。わためさんこんばんは。完熟マン、マンゴーさんこんばんは。さあ、これで相手がどう来るか。まあ、ポロン B の4とかですかね。だよね。裏の火炎ぶち込んでって、ポロンは取るよと。6000単体だと、そういうことか。いやー、ポロンは取るよね。オフィンフィンコンボ回復してってもさす、いや、どっちがいいのかな。いや、さすがにオフィンフィンコンボダブコンは無理だな。さあ、これで耐えるかどうかっすね。スーペトラはきついかな。
6000でしょ。マゴマが2枚だから、エンデが入ってんのかな。 1.44 倍か。あ、オッケーオッケー。それだったら耐えて、なおかつ、行くまでいけるかな。オッケー、なんとか耐えてった。よいしょ。さあ、この方は初手から使ってくる感じか。ワンチャン X あるか。ワンチャンあるね。さあ、こっち S ゴマ2枚引いてるんで、なかなかね、S ゴマ2枚差は、まあ、相手に、全引きされない限り起きないんで、これは頑張りたいね。やっぱサマーコロシアムぐらいサマーキャラ使いたいよね。ガチガチの、あの、デッキじゃなくて。ああ、これは10時間に来たら B の5に置いていくという説はありますが、どうでしょうか。お、来たね。じゃあ打ちますか。高先生さん、流血の考え方が少し、分かってきました。そうですね。あの、火炎を織り交ぜつつなんで、どこでどう燃やすかっていうのもね、ちょっと考慮しつつ立ち回るのが、まあ、結構大事だと。おっと、しかし、これは燃やせますけど、ウィーブがいかついね。もう一丁10時間欲しいんだよな。広がってようか。むずいな。まあ、チュポりますか。さあ、テュポン取ると、アベレ、アベレっていうか十字架に刺さって、十字架に取ると、まあ、一応、混格はできるんですけど、ちょっと盤面は、まあ、そこまでっていう感じですかね。うん、まあ、そうだよね。さあ、おフィンフィンか。ここむずいな。混格できるけど、ちょっと局面がな。一回ロガテ置くか。ちょっとこっからね、一本道になりそうなんで、そこだけ注意だね。召喚してからフルフレ打ってどうなるか。次、ザーフィルかな。あー、それだと半分どうだ。いや、微妙にいかない。やばい。その調整いかついね。しかも、ヤンドーラ来ちゃったー。ちょっと待ってくださいね。ここでフルフレ打つの痛いけど、しゃあねえか。ちょっとキャラクター増やして燃やすか、召喚炎でも。さすがにね、このフルフレはね、取ってくるんで。ちょっと局面はいかついんですが、まだ前ますよと。うん。まあ、ルラ打たれてしまうんですけど、これ次相手の方は右下 X あれから結構きついか。 OK、 フィニッシャーはねバンバン引けてるからいいんですけど、まあお互いにちょっと1000ぐらい回復していきますか。軽くね、こうかな。右下 X 注意だよね。あと自分がこれどこに打つかっていう問題もあるな。まあ、あとザーフィルと行くまでいけるかな。こっちの HP 持つかどうかの戦いですね、これは。あと S5 枚1枚かな。なんすかね、残り。まあ、スーかペトロかな、普通に。逆にペトロの方がいいかな。代償食らってくれるから、あそこも、まあ、あるか。1万、結構遠いね。結構遠いけど、まあでも、飛ばせそうな感じするけどね。まあ、こんな感じで燃やしつついきましょう。で、ちょっと回復。で、火炎ぶっ刺し。うん。まあ、何事もなければいけるかな。ヴィーナスとか来ても、もう火炎で攻めるんで。裏の火炎入るし、まあ、大体勝ちかな。あ、その回復結構でかいんですけど、さすがに飛ぶね。OK。これは CLE の方が強いかな。いきましょう。オッケー。さあ、耐久来たよと。とりあえず後手番欲しいね。オッケー。とりあえず後手番引いてく。これどうかな。
そこ来るよね。なかなか HP 差がえぐいか。いやー、分かんなかった。なんか微妙な鉄砲よね。相手これ A の2なんで、これ負けるってなると痛えな、正直。ヤンの動乱、まあ、こうっすかね。取らせて左下 X 打ってってどうなるか。こうだよね。で次右上 X かな。で十字で燃やしてどうなるか。3枚燃やしか。これで良くなるかしら。知らず早く取りたいね。勝負ね。分かった。フルフレコンボ使いたいけどな。アイリア捨てるっていう手もあるけどね。そのうち捨てなくちゃいけないか。いや、フルフレでいっかな。ここに叩き込む。で、角十字打って、いっぱい燃やしましょう。あ、ここアイリアでよかったね。うん、最後。一緒に頑張りましょう。あ、でもオフィンフィンコンボとかないか、別に。じゃあこれでいっか。さあ、十字打ってって、あとは内打ちで。うん、これあれだ、厳密に右上 X はあのオーラでよかったね。これイクマコンボ使えねえわ。あ、そうか、イクマコンボ使ってから A の3でいっか。OK。 さあアベルが 2C6 枚もやし、これ強いよ。さすがにこれはやばいでしょ。仕事しすぎ。これよこれで裏の火炎刺していく。さあ回復は入りますが、ウィッ。おっと、さあ相手か。ここで関心の切断と。さあ負けがね、確定してから、回線を切っていくスタイル。よし、まあ後手番ね、取ってるんで、ちょ途中なかなかあのアドリブというかありましたが、勝つと。オッケー。